それでは2015年12月23日のアマノ・モテヤスの通貨システムから見るニュースの裏側を始めます本日のニュースなんですけども日本銀行が18日にですね料的緩和政策の追加緩和という政策を発表しましたそれについて本日はお話をします日本銀行が黒田日銀になってからですね 大規模な量的緩和政策というのをまあ行ってきたわけですけれども、それが少し効果があまり現れていないという状況で,で、追加緩和を行うということをまあ先日発表しました、その追加緩和というのが、じゃあ実際どんな影響をですねえ市場や経済に及ぼすのか、そしてそれは以前とどのように違うのかということをえお話をします。 でまあ、結論から言えば、まあ、ほとんど変わりないとで、えー、市場や経済にも、まあ、ほとんど影響を与えない今までと変わらない政策であるということですねただまあいろんな、えー、政策がまあ並べられてますので、まあ、それらがどのような影響を各、まあ、市場ごとに与えているのかということも含めて、えー 本日は話をしますす、えー、それでは最初の図をお願いしますまず、えー、こちらがマネタリーベース、日銀の通貨創造量、残高というものです。でマネタリーベースというのは、えー、日銀が作り出してきたお金の総額です。で、これがですね、えーま、黒田日銀が、えー、始まってから2 0 0 1年 十三1 3年から急激に増えているわけですねで約200兆円ぐらいお金を作ったわけです、えー、では次の図をお願いしますではじゃあその200兆円以上作り出したお金というのがどうなったのかということなんですね、えー、実体経済になかなか発給しない量的緩和政策ということで 未だに物価上昇率2%というのは達成できてないんです、ねで。これはまあ原油安のせいだというふうに黒田さんは言ったりしていますけども、原油安の影響を除いた、えー、指数もですね、あのまあ、1%ぐらいの物価上昇であって、まあ、若干じょ物価上昇しているんですけど、2%には達成していないんですね。だからまあ原油安だけのせいではないということです。原油安の影響を除いても物価上昇は2% してない200兆円以上作ったのに、まだ物価は2%上昇してませんよというのはなぜなのかというと、まあ、この図のようになってからなんですけれども、えー、この図はです、ね、まずあの日銀の量的緩和政策についての説明ですね、えー、丸1上に日本銀行というものの上に、丸1日銀の料亭緩和というのがあります。料亭緩和というのはどういうものなのかというと、まず民間銀行が持っている国債を購入することですね。 でこれを1年間に80兆円民間銀行から国債を購入してそのお金を、えー、民間銀行に渡してあげるでそうすると、えー、お金が作られるわけですねその、えー、日銀が国債を購入した分例えば80兆円購入したならば80兆円の新たなお金が、えー、民間銀行に渡されるということになりますでこれが2年以上経ってもう200兆円になってるわけです。 でその民間銀行の右側にある、えー、日銀に預けている250兆円のマネーというのがあります四角ですね、えー、赤い字で書いてありますけどもでここは民間銀行が日本銀行に預けている当座預金口座というのがあるんです、ね、例えばみずほ銀行が預けている儲けている日銀のみずほ銀行の当座預金とか三菱銀行が預けている三菱銀行の日銀の当座預金というのが、まあ、各銀行にあるわけですけども で日本銀行がですねあの例えば80兆円国債購入したらその80兆円というお金はどこに振り込まれるかというとここの各民間銀行が預けている日銀の当座預金口座というところに振り込まれるわけですじゃあそこに振り込まれたお金がどこに向かうのかっていうことが問題なんですねで現在日銀に預けているお金は約250兆円あるわけですということは大部分はここの日銀当座預金というと口座の中に とどまっているつまり市場に出てないっていうことなんですね銀行業の中だけの <laughs> 世界にとどまっているってことです一般市場には出ていないただ全部が日銀に預けている当西預金に入っているわけではなくてやはり一部は使われているわけですじゃあその使われている一部のお金というのはどこに向かっているかというと、えー、民間銀行の右側の矢印ですね、えー、丸二番金融経済の投資が増加と 金融経,済えー、経済にはですね、えー、実体経済と金融経済と2つ大まかに分けられてましてで実体経済というのは私たちの,あの実際の経済、えー、商品の取引をしたり、えー、するとこですね、えー、実際の商品の取引がされるとこです資源などを使った例えば製造業とか、えー、そういったものっていうのはあの実際に 資資源源をを使ってその資源の取引をするというところで物価上昇率っていうのはじゃあ何なのかというとその物の値段ですよ実体経済における実際に資源を用いて製品を作りそれを売買するところの物の値段それが物価上昇率なんですでこれを2%にする1年間で2%上昇させるというのがこの量低緩和政策の目的なんです。もうう一つあの経済というのは 金融経済というのがあるんですね。で、金融経済というのは株や不動産や為替とか、まあ、そういった金融商品の取引が行われるところです。で、ここは物価上昇率とは関係ないんです。例えば株が日経平均が1万円から2万円にまで上がりました。2倍になったけれども、これは物価上昇率とは全く関係ないです。株の取引というのは資源を使うものじゃないからですね。不動産の取引もそうです、ね。為替もそうです。 だからここの価格がいくら上下しても物価にはまあはっきりは関係ないところなんです。でこの金融経済のところに民間銀行は日銀からもらったお金のを使っているわけですね。株を購入したり国債さらに債券を購入したり、えー、外国に投資したり一部不動産を購入したりしている。なのでまあ今債券も、まあ、過去最低レベルの金利であり非常に人気が株も、まあって。 かなり上昇しましまた不動産も一部のものは上昇し始めてます。で海外からもそういうことで投資がされている。ということで今価格が上昇したってことですね安倍政権になってから。でそれで3番その金融経済への矢印のとこですね、えー、一部消費に流れてで実体経済へ波及していく。 そして実体経済の波及すれば消費が増加してインフレ攻撃になるんじゃないかっていう流れで行っている政策なんですけども実際はそうなってないまだ4番の実体経済の波及というのはほとんどあまり起こっていないということなんです2番の金融経済の投資の増加と1番の日銀に預けている250兆円のマネーのところでほぼ 200兆円もお金作ったのにそこだけでお金が回っている状況でだから物価上昇率がなかなか2%達成できないんだっていう状況なんですねでは次の図をお願いしますそこでなかなかじゃあ日銀が今200兆円もお金作ってるのになかなか物価上昇しないじゃないか当初の目標が達成できてないじゃないかということで 今回18日にじゃあ追加的に緩和をしますということを言ったわけですね。でその追加の緩和の中身はまあこちらなんですね。まあこれは日経新聞に出てる、えー、図ですけれども、えー、こういった政策を今回発表しましたということです。えー、一つ目 ETF の買い入れ枠、これまでは年間約3兆円だったのを新たに約3000億円買い入れた。 であとは、えー、長期国債の買い入れ対象を平均残存期間7年から10年を、えー、7年から12年に変更したとかですねまあいろいろこう並べられているわけですで今からじゃあこれらがまあどのような政策なのかそして、えー、どのように変化したのかというのをお伝えします、えー、では次の図をお願いします まずあの国債の残存年数を7年,7年から10年から7年から12年に伸ばしたという政策についてです。まずあの日銀の国債購入今、1年間に80兆円やっているわけです。で、その購入している年数を平均残存年数を7年から10年から7年から12年に伸ばしたということなんですけれども、まずあの国債というのは何かということなんですね。 えー、国債というのはあの政府が発行する債券です。で、その債券にはですね、まあ、いわゆる国の借金というのはこの国債ということなんですけども、えー、国がですね、えー、予算を作る上で、例えば福島の復興予算が何十兆円も必要だと、でえー、税金だけでは足りないんで、国債を発行しますと、財源を集めるために国債を発行する、その,この,その国債なんですね。で その国債には例えば10年もの国債というのがまあ代表的なんですけれども10年間の期間がついていてでその10年間の間に例えば今なら0.3%の金利をつけるとでその10年間持っていたらそれが1億円の国債ならば10年後には1億円戻って国から支払われるとで0.3%の金利がついているということは1億円の0.3%なので まあ30万円というのが毎年支払われますよとそうするとまあ10年間その債権を国債を持っていれば1億300万円ですねになるということで販売している商品ですで,ですからえそれは期間がついているところですね国債にはでこれはいろんな期間があります10年ものもあれば5年ものもあればえ2年ものとか、まあ、そういった いろんな国債債券があるんですけどもでそれは満期まで持ってるとは言えないですねあの購入した人が途中で売却するということができるわけです例えば10年もの国債でもじゃあちょっと3年間持ってて残り7年あるけどもそれを途中で売却しようっていうこともできるわけですまあその売買をするとこ債券市場というわけですけどもですから いろんなまあ債権あるんですけどそれが残存年数というのがあるわけですでその平均残存期間を7年から10年から今回7年から12年に伸ばしたっていうことなんですじゃあ平均残存期間をこうつまり日銀が購入する民間銀行から購入する国債の平均残存期間を伸ばしたらそれは何の意味があるのかというとこれはあのこ長期の中つまり期間が伸びてるわけですね 年年から12年ってことですかららこですその長期の期間になるということはこの長期の国債というのは住宅ローン金利は長期の国債というものに連動するんですねあの例えば35年ものの固定金利ローンとかですねそういった長期固定の住宅ローンというのは ここの国債の長期国債の金利10年とかそういったところの金利に連動するようになっています。なので日銀が長期の国債を購入するようになればですねそういった長期金利に下落圧力がかかってくるわけです。そうすると住宅ローンの長期固定の住宅ローンの金利に下落圧力がかかるので民間は 住宅ローンを借りやすくなるとそれによってローンを増やすつまり民間銀行の貸し出しを増やすというような効果が一つあるということなんです、ね、まあ他にもあの短期の債券というものがちょっと、えー、日銀は購入しすぎて品薄になってきたので長期の国債を購入すると。 まあそういったこともあるわけですですからまあ国債の購入額を増やしたわけではなくて平均残存期間を伸ばしたというのが今回の政策ですねでそれによってえ住宅ローンのような融資をしやすくさせようとですからまああまり結論から言えばこの政策によってそんなに効果があるということではない若干 住宅ローンの融資の金利に対して下落圧力をまあ及ぼすとか、そのぐらいの政策だということですねで。これによって市場が、じゃあ、ものすごい、えー、住宅ローン融資がものすごい下がる、融資金利がものすごい下がるかとか、まあ、そういうことはおそらく起きないでしょう。まあ、ほとんど影響がない政策であるということです。では次のページをお願いします。 別の政策として出されたのがですね、日銀の ETF 株式上場投資信託とあと、リート不動産投資信託というものについて、えー、政策の変更を行ったんですけどもまずあの投資信託というのは何かということなんですね、えー、投資信託というのはまず 投資会社がです、ね、お金を人々から集めるんですもう何百人何千人何万人からお金を集めてで大きなお金を作るわけですねでそのお金を例えば株とか不動産とかに投資をしてでそこで運用益が出ればそのお金を投資してた人たちに還元するというのが投資信託なんですで今回 ETF というのは、まあ、株式上場投資信託というもので 上場している株を購入する投資信託なんですね。で、その投資信託を今日銀は1年間に3兆円購入しているんです。だから日本銀行のところからこう右側に矢印が出てますね。で、金融経済の株のところに矢印がいってますけども、これは ETF 株式上場投資信託を3兆円日銀が購入しているという図なんですね。 でリート不動産投資信託というのを今毎年900億円日銀は購入してますこれは不動産の賃貸物件に投資する投資信託ですけどもその投資信託を日銀は毎年900億円購入しているわけですだから日本銀行から不動産のところに矢印が出てるわけですでこれが、まあ、あの日銀の国債購入80兆円とともに株も不動産も購入していきますよという まあ今やっている量的質的緩和政策というものの中身ですねで今回 ETF をプラス3000億円つまり3兆円購入したのを3000億円プラスしますよって言ったんですつまり株式市場に3000億円新たにお金を注入しますって言ってるわけですじゃあこれ株上がるのかっていうとまあ実はそうではなくて、えー、日本銀行がですね10年ほど前に あの民間銀行から株を購入してますでそれを10年後まあ来年ですね売却しなきゃいけないってい話になってるわけですでそれを3000億円売却しなきゃいけないんですねで日本銀行が持ってる株を3000億円民間に売却するわけですからこれは株式市場には下落圧力が働くだからその分を相殺するために今回 ETF を株式上場投資信託を3000億円買い増しますよって言ってるわけです だから株式市場そのものにはプラスマイナスゼロですよね。だから、まあ、ほとんど影響はない。そしてあの、今3兆円購入してますけども、まあ、事実上、株式市場にも今までと同じ政策を継続しますよって言ってるわけです。であとは、リートの銘柄別買い入れ限度額を5%から10%に増加と書いてありますけども、これ、リートというのは不動産投資信託ですけども、これ、どういうことかと言いますと、 え今、リートについては、基準、要はリートっていってもいろんな投資信託があるわけですけれども、WA 相当格以上の格付けを取得していること、日銀が購入する不動産投資信託というのはあの格付けというのがありまして、その投資信託の有料性を示す格付けなんですけれども、それが WA ですね、相当以上の格付けをしている。 格付け取得していることの投資信託を購入していくっていう条件になっているわけです。で、これがまあ現時点で29銘柄29名、29個の投資信託があるんですけれども、これがですね、え銘、ー、柄別買い入れ限度額ですから、えー、29銘柄の 発行済み投資口の総数の5%っていうことなんですよね。そうすると、それが直近での最大の買い入れ限度額は4200円ぐらい、4200億円ということです。で、今、2500億円ほど日銀はリート持ってるわけです。だから、これをですね、えー、 10%に増加させることによってつまり29銘柄の10%にすることによって、えー、どんどん買い増していくことができるようにするっていうまあという政策なんですね。ただ900億円というのはまあ変わりませんので結局リードというものもあの今回も影響はない今までと同じ政策を継続していくっていうことなんです。なので、まあ、結論から言うと。 まあ株も不動産も量的な部分では変わりはないということなんですね。はい、今まで同じである。3兆円と900億円を購入していきますよということですえ。では次の図をお願いします。えで、もう一つあるのがえ、日銀による民間銀行の貸し出し支援制度の延長というものですね。 この貸し出し支援制度というのは何かというと、今、民間銀行が企業やなどにですねあの貸し出しを増加させた場合に、日本銀行が そのですねえー、融資残高の増加額の2倍までの資金をです、ね、日銀から0.1%の定理で、えー、最長4年まで借りられるという政策なんですね。そういうつまり民間銀行は貸し出しを増加させたい増加させたとそうすると、まあ、日本銀行から安く お金を借りること0.1%でお金を借りることができますよっていう政策ですでこれが16年3月で終了する予定だったんですけども17年3月までに1年間延長しますよってことですねこの制度だから民間銀行がさらに貸し出しを増加させてこの日本銀行の貸し出し支援制度を利用してください っていうことなんですでこの日本銀行からお金を借りたときにですね民間銀行がじゃあそのお金はさらに企業や家計への融資に使われるかというとこれは1円も使われないんですね実はこれはあの皆さんあの日本銀行から貸し出しを受けた民間銀行はそのお金をえ企業や家計に貸し出すだろうと。 貸し出し金として貸し出すだろうと思うのが一般的だと思うんですけどもところがこれは1円も日本銀行から融資を受けたお金というのは貸し出しには回らないんです企業や家計のじゃあ何に使われるのかというとそのお金は、まあ、先ほどの図ですね、えー、国債や株や不動産とかそういった金融資産の商品に向かうんですそういった資産性商品の購入に使われるので そういういいに会計の性質上なっていますですからまあこの貸し出し支援制度というのが1年間延長したからといってで民間銀行が日本銀行からこの貸し出し支援を受けたからといってですねじゃそのお金が我々の企業とか家計とかに向かっていくのかというとそれは向かわないよと金融経済に向かうんですよということなんですね。 まあなのでまあ結論から言えば、この制度も1年延長されたからといって、じゃあ、その日本銀行が民間銀行に貸し出したお金が実体経済に向かうかというと、そんなことはなくて、銀行の在宅に向かうということです。金融経済に向かっていくということですね。では図を。 図を終わりにしてください、はいまあ、ですからまあ結論から言うと、まあ、今回の日銀の追加緩和ですね、えー、国債についても株、不動産、あと銀行、銀行への貸し出し支援制度の延長についてもです、ね、まあ、ほとんど実体経済を支援するという意味では、 物価上昇2%に向かわせるという意味では、えー、今までのま量的緩和政策の延長に過ぎないということです。ですから、直接実体経済に向かわない今までの量的緩和政策の、えー、延長を行うということで、えー、なかなか物価上昇率2%達成というのは、まあ、今の政策を続けている限りはです、ね、まあ、まだまだ時間がかかりそうだなということですね。 なので、やはり、まあ、こういった株や国債とか、まあ、そういったものの価格を上昇させる圧力は、まあ、続いていきます。量的緩和をやっていればそっちにばっかりお金が流れていくのは、えー、必然なので、まあ、そういった政策が今後も続いていくわけです。そうするとと、まあ、株やや不動産や債券いったものは まあ上昇圧力はまだ続くわけですね。でそういったものを持っているのはお金持ちがほとんどですからつまりまあそういったものが上昇してもですねあの一般の,その株とかそういったものをあまり持っていない人たちには関係ない話で日銀が量的指摘刊をやるのはなぜなのかというとこれはあの物価上昇率2%達成するためと言ってます。だから実体経済の物価が2達成 するためだという名目でやってるわけですからそれは金融経済にばっかりお金を入れてるわけですねで今回も同じ政策を続けているということなのでやはり直接実体経済にお金を注入できるような金融政策を行わない限りはまあ今のようないびつな金融経済の肥大化だけが起こっていくなかなか物価は上昇してないということが。 起こっているわけです。この政策というのは早く変えるようにですね、しなければいけないと思います。以上で本日のニュースの解説を終わります。